はい、東北育ち農園です。今回ですね、このナイロンカッターですね、コードで切るタイプの、これ先端だけちょっと買いました。こういうやつですね、専用コードがついてる自動繰り出しナイロンカッターです。もともとこれは普通に金属の刃で使ってたんですけど、新しいものを購入したので、今回ナイロンコードの方をつけてみたっていう感じですね。一応いろんな、YouTuber さんとか、ナイロンコードやめましたとかよくあるのも知ってるいるんですけど、結構飛んできて痛かったりとか、そういったことあるんですけれども、そうですね。畑にとっては結構このナイロンコードの便利さがありますので、それはですね、これ草を切るんじゃなくて叩いて飛ばしていくような感じになるんですけど、細かくですね飛ばすので、畑への分解ですね、草の分解が非常に早くなります。金属で長い時に、金属の刃でですね長い時に切れば、結構草抑えとかの効果は期待できるんですけど、こういった細かくですねできるナイロンコードですね、これを使うとは逆にこれは分解がちょっと早まってですね、微生物の活性化特に、役立つんじゃないかということで、ちょっともともと導入したいなと思ってたんですけど、ちょうどいいタイミングで、変えましたという感じですね。で、いろいろつけました。これ、このオレンジ、これドデカカバーというですね、名前そのまんまなんですけど、結構ナイロンコード何でも飛んじゃうんですね。砂とか石とか、草もすごい飛ぶんですけど、そういったのをカバーしてくれるというやつです。ちょっと名前がですね、他の人にこれ何だいって言われた時に、ドデカカバーですね、ちょっと恥ずかしいぐらいなんですけど、それぐらいを気にしなければこれで多分いいと思います。はい。あと装備としてはちょっとメッシュになっちゃいますが、エプロンですねつけてます。で、両肩の、バンドというかですね、草刈り機を持ってくれるやつですね。で、これに引っ掛けて、で、こう買っていくという感じですね。で、手袋は、信玄くんですね。こういう振動軽減手袋ですね、ありますので。これで、草を刈るというよりは飛ばすような感じですが、草刈りしていきたいと思います。よいしょ。初挑戦ですね。
ですね、花豆の畝と畝の間ですね、どうしてもこう草取りづらいとこ、をバンドで買ってみました。このバンドですね。で、まあちょっと正直甘い刈り方ですけど、まあまあ一応全面にこう散らばってくれて、まあ、いずれは肥料になる感じの雰囲気になってますね。で、草刈り間バンドですね。これやっぱ飛ぶ、体にね、飛ぶのが一番こう危険なので、今もこんなフェイスガードというか一番つけてるんですけど、耳にこう跳ねてきたりしてましたね、ちょっと。で、このカバーのところ、これびっしり見えますかね、びっしりこういう草がついてます。かなりカバー効いてくれましたね。ドデカカバー、恐るべし。これなかったら相当あの来てたと思うんですけど、ちなみにですね、足元、こっちか、はい、足元はですね、ちょっとこのまあ裾というか下の方が若干汚れたのと、左の長靴のまあ、まあ両方ですね、左右両方長靴はちょっと汚れましたが、まあこれで済んだって感じです。体の方はほぼこんな感じ、あんまりついてない感じで、これはですね、明らかにドデカカバー君がですね、ちょっと大活躍した感じがします。ちょっと今回そんな吹かせないというか、この機械自体がちょっと古くてもうあんまり吹かせないんですけど、本当はある程度馬力ある方がいいらしいですね。 26cc 以上とかあると一番安定してます。これ23もないぐらいですけど、 22.7 ってなってるので、正直ちょっとまあ馬力不足ですが、こういうちっちゃい草ぐらいなら結構スーッといけるので、まあ畑の草結構この時期からやっとちょっと出てくるぐらいの弱い草ですねを刈るにはなんかちょうどいいかなと思って今使ってみましたが、なんとなくそれが当たってよかったかなって感じはします。まあアゼとかですね、大きい茎の太い草はちょっとこれ中に出てきて一部ちょっと苦戦したので、やっぱりちょっとそれには向いてないかもしれないなって。もう少し馬力があれば簡単にこう刈れたのかなという感じですね。まあ一度刈ってですね、まあアゼの方、アゼとか斜面ですね、この辺のは、まあ、柔らかめのは出てるんですが、一部やっぱり太いのも出てるので、これはまた、金属刃というかですね、まあこういったナイロンコードじゃない、刃のやつですね、それで、やった方がいいかなって気がします。でも畑の中、まあ春ですね、起こした土の上の草についてはこれナイロンコード結構いいなと思います。ただですね、これ結構細かいのが、作物に飛ぶので、実を取るものにあんまりやんない方がいいと思います。ピーマンとかナスとかですね、その小さい葉っぱがこうついて、で例えばその後雨とか降っちゃうとピリッと張り付いたりとかですね、いろいろしちゃうので、できればそのいちいち取らないものとかですね、花豆とかは鞘に守られてたりするんですけど、なんかそういう作物とかに使っていこうかなと思います。それでは今回ナイロンコード初挑戦になりますが、ドデカカバー君が大活躍ということで、動画終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。